はいどうもめチャンネルです。皆さん、ジュシット・インターナショナルというホテルブランド、ご存知でしょうか今日はですね、こちらのジュシット・インターナショナルのホテルブランドステータスマッチ、そして9月1日に京都に開業するジュシタニ京都さんについてですね、お話ししていきたいなというふうに思います。まあ、いきなりなんですけど、私もね、正直ね、 全然知らなかったです、えー、デュシット・インターナショナルさんはですね、まあ、タイのね、えー、ディシタニ・パブリック・カンパニー・リミテット参加のホスピタリティ事業グループであるホテルブランドを運営されている会社さんでございまして、まあ、主にですねアジア諸国であったりとか中東15カ国、えー、6つのホテルブランドで、まあ、40個ぐらいの、ねえー、ホテルをまあ運営されているということでございまして一応2020年からは日本のねニセコの方でも貸子別荘をやっていたりとか 2023年6月1日に、アサイブランドっていうね、アサイ京都市場カラスマっていうホテルが2023年6月1日に開業していたりとか、ラグジュアリーカテゴリーのですね、デュシタニ京都さんっていうホテルがですね、2023年9月1日に開業するんですね。私もですね、全然存じ上げなかったんですけども、YouTube ライブ等でですね、まあ視聴者さんと会話させていただく中でですね、まあ9月1日のデュシタニ京都行くんですかなんて話もありまして、 なんだっていう感じでですね、調べ始めて、まあ結構ね、いいお値段するんですよ。で、もしですね、まだ行くかどうかは決めてないんですけど、行くんであれば、まあ、ステータスがあってですね、なんか恩恵受けられないかなということで、まあ、ステータスマッチの方法をね、検索させていただきまして、この度、晴れてですね、ステータスマッチが通りましたので、皆さんにね、その方法であったりとか、ディシットインターナショナルさんについてですね、まあ、ちょっと私も勉強していこうかなということで、今回この動画撮らせていただいております。 初めてね、私のチャンネルをご覧になる方につきまして、私の動画の方ではホテルの宿泊レビューであったりとか、航空機の登場レビュー、旅に関する有益な情報等を発信させていただいております。情報の見逃しがないようにぜひ、チャンネル登録とベルマークの通知ボタンを押していただいて、次回以降の動画もチェックしていただけると嬉しいです。ではね、早速内容の方入っていきたいと思います。行ってみましょう。はい、ということですね、こちらがですね、ジュシットゴールドというですね、えー、ジュシットインターナショナルさんの、まあ、ホテルの ステータスプログラムになってまして、そちらの内容をね、見ていきたいなと思います。こちらのね、ページにつきましては概要欄の方に貼っておきますので、皆さんの方でもぜひね、チェックしていただければと思います。ルシットゴールドでより良い滞在用ということなんですけど、このドシットゴールドっていうのがね、ステータスでゴールドがあるとか、そういう感じではなくて、また、あ、ちょっとややこしいんですけど、このようにですね、お客様のご滞在をより豊かにということで、 はい、グループホテルでご利用いただける特典とかっていうのがありますけれどもこのようにですねホテルライフを優雅に演出ということでですねジュシットゴールド会員のお客さんは特別感を感じていただける内容ということで、まあ、割引があったりとかですね、まあ、アップグレードの、ね、特典があったりとかするわけなんですねここら辺はね、まあ、大体のホテルブランドと同じような感じかなというふうに思いますあとは無料宿泊特典がいただくことができたりとかですね、まあ、そんなようなことが書いてございます はい、でその他ですね、いろんな、ね、オファーもありまして、エリートヘブンズとかレストラン最大30%オフとかということで、でこちらのデ、ね、シット・インターナショナルさんもいろんな国にです、ねまあ、出展されてまして、まあ、有名なところとか、まあ、私が気になるところですね、えー、こちらのまずプーケット。はいまあ、こんな感じの、ね、リゾート地ですよ、はい。こちらがホアヒン。これもいいですね。 はいでこちらがですねセブ島ですね、フィリピン・マクタンのセブリゾートということであったりとか、あとはドバイですね。はいまあその他ですね、あの中国だったりとか、まあ、いろんなところにもありますので、ぜひねチェックしてみていただきたいなというふうに思います。はいで今回ですね、2023年9月1日に開業するデュシタニ京都。このデュシットっていうのがですね、バンコクのね、なんか7つの神の お話みたいなのがあるみたいで、神話っていうんですかね。えー、4つ目のですね、天国を意味している。そして、樹脂谷の谷がですね、町なので、天国の町とね、訳されるホテルブランドということなので、まあ、これがね、ラグジュアリーブランドだそうです。はい、樹脂谷京都ということでですね、こちらがね、9月1日に開業していくということでございます。まあ、デラックスルームに始まってですね、まあ、プレミアムルームがあったりとか、あとデラックススイートとかね、 コーナースイートというのがあるんですけど、だいたいですね、前払いの料金で、えー、6万8千7万円ぐらいから、キャンセルが、ね、2日前までできるプランだとやっぱり9万円ぐらいから、まあ、これ税差抜きです、税差込みだとね、1泊、ね、10万円超と、えー、いうことになりますので、まあ、やっぱりね、結構いいホテルなんじゃないかなというふうに思います。 で先ほどね、申し上げた6月1日に開業しました、浅井京都市場っていうのがですね、このようにございますここはね、ライフスタイルホテルで1泊ね、1万円からまあ大体高い日で2万円ぐらいっていうことでね、一応宿泊していただくことができるホテルブランドということになっております。結構ね、この記事なんかでも出てましたけど、デシットインターナショナル浅井京都市場で、京都でのタイのストリートフードを味わう拠点を開設ということでね、話題になってたりしております。 はい、で本来の方ですね、デュシットゴールドのこちら、デュシットインターナショナルの特典ということで、プレミアとです、ね、エクゼキティブとエリートという3階層に分かれておりまして、まあ、プレミアとかだとですね、ランドリー割引の20%ぐらいまで、ここまでの特、ね、典が受けられるとで。エクゼキティブでさらにです、ね、レートチェックアウトが16時であったりとか、 えー、市内国定電話への通話が無料だったり、チェックイン時の空室状況によりお部屋のアップグレードがあったり、えー、無料宿泊特典が受けられたり、まあエクゼクティブぐらいからですね、えー、アップグレードだったりとか、レートチェックアウトが受けられると。で、最上級になるんでしょうかね、エリート会員というところでになってくると、レートチェックアウトがなんと18時までね、受けられるということなんで、まあ日本だとね、 18時までいると帰り遅くなっちゃったりするんですけど、まあ、海外とかでね、夜初の瓶、ね、とかを取ってたりすると最終日18時まで入れるってのは結構嬉しいんじゃないかなというふうに思いますね。 でさらにですね、48時間前の客室優先保証があったりとか、無料のね、ミニバー、ソフトドリンクとジュースのみですけど、えー、ミニバーがね、えー、無料になりますということであったりとか、朝食がね、無料になるのも、このエリートかなということで,ですね。まあ、ただですね、この、私も宿泊したことがないんで、何とも言えないんですけども、えー、ラウンジがある、 えー、ホテルにつきましてはですね、特にね、ステータスがあるからといって、ラウンジに入れるという特典はございません。まあ、ただね、一応ヒアリングしたところですね、アップグレードしていただいて、ラウンジアクセス、まあ、クラブフロアっていうんですかね、エクゼクティブフロアっていうんですかね、ちょっとわからないですけど、そちらにアップグレードしていただくことができると、ラウンジがあるホテルであればね、担当していただくことができるということを確認しております。 はい。ではね、実際にですね、こちらのステータスマッチのやり方、今回私がね、成功した方法としましては、このページですね、デ、え、ュ、ー、シットゴールドのホームページのこのお問い合わせ、こちらをね、クリックしていただいて、ここからですね、あの、ステータスマッチ、私の場合、今回ね、ちょっと例文はもうないんですけれども、 はいこちらね、このようにページが移動してきましたけども、こちらの方にですね、はい、名前であったりとか、メンバーシップナンバーとかってあるんですけど、これ、メンバーシップナンバーがね、特にないんですよ。えー、不思議で、会員登録をするとメンバーシップナンバーがないので、ここはブランクでですね、名前と、E メールアドレスと、まあ、今回ね、デュシタニー京都を泊まりたいんですけれども、ステータスマッチなんかやってたりしますかみたいな感じのね、ニュアンスのことをお送りさせていただきました。 はいまあ、こちらの方に、ね、ちょっと出しておきますけれども、だいたい時間的には7月の10日の17時10分ぐらいに、ね、多分お送りしてるんですよ、これとね、合わせて私、その後にですねこのセンタラーホテルというところにもセータスマッチできませんかってメールをさ、ね、せていただいてるんですけれども、まあ、このように、ね、1週間程度でね、えー、ご返信しますみたいなリターンがあったんで、まあ、だいたいね、時間の目安としました2023年7月の10日、17時ぐらいに、えー、セータスマッチ申請を行っております。 はい。そうしたところですね。まあ、日がね、変わりまして、えー、翌日の深夜、えー、2時ですね、えー。このように返信がね、ございまして、まずはですね、ホテルの方の、今ね、保有されているホテルの、えー、バウチャーだったり、メンバーシップカード等のスクリーンショットとかを送ってください。ということで、連絡が来ました。そしてね、もう一つの条件としまして、3泊以上のね、予約を取っていただいて、そのバウチャーを送ってくださいと。と えー、いう通知が来ました。一つ目、えー、ご自身が今保有している、まあ、ステータスマッチする先ですね。ステータスマッチする先のですね、ホテルステータスのメンバーシップ画面。これね、皆さん日本語のところできればね、翻訳していただいて、英語名でね、あの、名前が出るページで送っていただくのがスムーズかなというふうに思います。で、二番目にですね、この三泊以上の予約っていうことでありましたけど、私はね、とりあえず、デュシタニ京都さんの キャンセルがね、可能なプランで3泊分予約を取って、それをスクショしてですね、予約完了の画面をスクショしてお送りさせていただきました。まあ、ただね、ステータスマッチ先のですね、ホテルブランドをどこにしようかなっていうところで、何でね、どこまでのステータスが付与されるか分かりませんでしたので、一通り送りました。えー、ヒルトンのダイヤモンド、IHG のダイヤモンド、えー、ハイアットのグローバリスト、マリオットのプラチナ。とりあえずね、こちらの4つと、 宿泊予約をしたね、えー、ページをあのお送りさせていただいて、まあ、5, 5つぐらいね、えー、添付させていただいたということになるんでしょうかね。まあ、その他ですね、ウィンダムの、えー、ダイヤモンドだったりとか、GHA のチタンとか、そこら辺まで送るか悩みましたけど、まあ、ちょっとそこまではいいかなということで、まあ、それでも結構送ってると思うんですけどね。私はヒルトン、えー、IHG、ハイアット、マリオと送りましたので、まあ、どれがね、正直ヒットしたかはわかりません。わ <laughs> かりませんけども、 あの、無事にね、ステータスマッチすることができまして。まあ、これがだいたいですね、7月の11日の2時にね、この返信があって、えー、私はですね、えー、7月11日の3時55分ですね、これも変な時間に送ってますけれども、えー、返信をね、させていただいて、このようにね、あの、バウチャーを、あの、スクショしたやつを送りさせていただいて、はい。で、実際にですね、昨日ですね、7月の12日、 10時59分にステータスマッチおめでとうございます付与することが決まりましたということで連絡がありましたそしてねなんとこのステータスね付与していただいたのがエリートでございますなので今のところは多分ねあのホームページで見る限りは最上級のステータスを付与していただきまして、えー、2023年7月の10日にねマッチしてましてそこから1年間12ヶ月有効ですということでございますはい なので、まあ、これを利用してですね、まあ、ちょっとね、宿泊してみようかな、宿泊を検討してみようかな、というふうに思っております。ちなみにですね、皆さんに推奨するわけではありませんけど、まあ、3泊分予約をね、取らせていただいた予約に関しましては、一旦キャンセルをさせていただいてですね、仕切り直しということで、今後ね、予約をどうしようかな、ということで、とりあえず1泊ね、取ったんですけども、そこら辺のね、制約があるかどうかはわかりませんので、皆さん自己責任で。 よろしくお願いいたします。まあ、ただね、まあ、一つ言えることはですね、キャンセルができるプランで、えー、お送りさせていただいたとしても、一応、ステータスマッチができたということでございます。まあ、これがね、あまり頻発してくると、ちょっとね、解約であったりとか、あの宿泊してから付与するよとかっていうことになる可能性があるので、もう本当にね、この動画早く見ていただいてですね、まあ、同様にですね、投資をしていただいて、チャレンジしていただくのがね、あのいいんじゃないかなというふうに思いますので、ぜひね、トライしてみてください。 はい、何か、ね、あのご質問等あればです、ね、私が分かることであれば、あのコメント欄に入れていただければ、ご回答というか、ご返信申し上げますので、ぜひね、トライしてみてください。はい、ということで,ですね、まあ、今回はこちらのデ、ね、ュシット・インターナショナルさん、デュシタ谷京都さんが9月1日に開業する、ほ、ま、か、あ、6月1日にまだ京都で、ね、浅いホテルということで、まだ国内には2軒しかホテルとしてはありません。まあ、ただ、そのほか、ね、ドバイ、プーケットとか、まあ、あのリゾート地には結構あったりするので、 ぜひね、あのー、撮っていただくとね、選択肢が増えると思いますので、ぜひね、えー、無料でステータスマッチできますので、トライしてみていただければいいんじゃないかなというふうに思います。ということでね、えー、今回の動画につきましては、こちらで以上とさせていただきたいと思います。この動画がためになった、参考になった、面白かった方から、ぜひ高評価ボタンとコメント気軽に残していただけると嬉しいです。概要欄下の方に私、ツイッターライン、インスタグラムやってまして URL 貼ってありますので、ぜひ合わせてフォローチェックよろしくお願いいたします。 冒頭申し上げた通り私の動画の方ではホテルの宿泊レビューであったりとか航空機の搭乗レビュー旅に関する有益な情報等を発信させていただいております情報の見逃しがないようにまたねあのぜひ応援するつもりでぜひねこちらのチャンネル登録とベルマークの通知ボタンを押していただいてですね次回の動画もチェックしていただけると嬉しいですということでまた次回次の動画でお会いしましょう